平野翔と岩優太の待遇格差。TBS と日テレの対応の違いに視聴者も疑問。平野翔、TBS に忖度されてるの。ファンが激怒。業界の闇がついに明らかに。TBS をめぐる平野翔に対する忖度問題が、ファンや視聴者の間で大きな反響を呼んでいます。この議論は、テレビ業界全体に対する信頼が揺らぐ一因となり、 多くの人々が業界の透明性や公正さについて疑問を抱くきっかけとなっています。平野翔という名前は、彼の演技力やパフォーマンスに対する称賛と同時に、今回の騒動により、その背景にある業界の闇が露呈された形となっています。TBS が彼に対して特別な扱いをしているのではないか、あるいは逆に不当な扱いを受けているのではないかという声が SNS を中心に広がっています。 このような忖度が行われているという認識は、ファンだけでなく広く一般視聴者にも共有されつつあり、テレビ局の信頼性に疑問符を投げかけています。一方、日テレがガン・ユータに対してより若い的な姿勢を見せているという報道もあり、TBS と日テレの対応の違いがさらに注目されています。岸優太は多くのファンに支持されているアーティストであり、日テレの対応が彼のキャリアをどのように後押しするかに注目が集まっています。 このような状況の中で、視聴者はテレビ局がどのように特定のタレントを扱い、またどのようにして公正な報道や放送を実現していくのかをより厳しく監視しています。さらに問題を複雑にしているのは、スタート者とテレビ局が結託しているのではないかという疑惑です。スタート者は、かつてのジャニーズ事務所のように強力な影響力を持つと言われており、彼らがテレビ業界全体に影響を及ぼしている可能性が指摘されています。 この疑惑は、多くの視聴者にとって不透明であり、テレビ業界全体の構造的な問題を浮き彫りにしています。特に、タレントの扱いやプロモーションにおいて公正さが欠けているという認識は、テレビ業界への信頼をさらに低下させる要因となっています。視聴者が感じているのは、ただ単に一人のタレントが不当な扱いを受けているという問題ではなく、業界全体が不透明で、 公正さを欠いた運営が行われているという不安です。平野翔や岩優太に対する対応はその象徴であり、彼らがどのように扱われるかが、視聴者にとってテレビ局全体の姿勢を反映しているように感じられます。これにより、視聴者はテレビ業界全体に対する信頼を失いつつあり、特に若い世代の視聴者がテレビ離れを加速させる一因となっているのです。これらの問題は、 ただ単に平野翔や岩優太といったタレントに限った話ではなく、広く芸能業界全体に波及しているように見えます。テレビ局が特定の事務所や企業と結託し、特定のタレントを優遇したり礼遇したりする構造は、視聴者にとって極めて不快なものです。これにより、テレビ業界全体の信頼性が問われることとなり、多くの視聴者がその公平性に疑問を抱くようになりました。このような背景から、 視聴者は、テレビはもう信頼できない、という感覚を強く抱いています。特に、平野翔に対する不透明な扱いや、岸優太への対応の違いに対して SNS 上で多くの議論が巻き起こっています。ファンたちは、このような状況に対して無力感を感じていると同時に、怒りや失望を表明しています。かつて、テレビが提供するエンターテインメントや情報は信頼され、支持されていましたが、 現在ではその信頼が大きく揺らいでいるのです。さらに、この問題を掘り下げて考えると、テレビ業界全体の体質改善が求められる状況にあります。視聴者やファンは、テレビ局がより透明性を持ち、公正な報道や放送を行うことを期待しています。しかし、現実には依然として多くの問題が残っており、業界全体が根本的な改革を必要としていることが明らかです。 特定のタレントや事務所に対する忖度がなくならない限り、視聴者の信頼を回復することは難しいでしょう。特に、若い世代の視聴者は、インターネットや SNS を通じて情報を得ることが増えており、テレビの影響力が弱まりつつあるといえます。彼らにとって、テレビが公正でないという認識は、テレビ離れを加速させる要因の一つです。また、 インターネット上での議論や意見交換が容易に行われる現代において、テレビ局が視聴者の信頼を回復するためには、これまで以上に透明性を高め、公正な報道を行うことが求められています。今回の騒動は、TBS に対する批判が中心となっていますが、これは業界全体に広がる問題の一端にすぎません。他のテレビ局や事務所も、同様の問題を抱えている可能性があり、 視聴者の信頼を取り戻すためには、業界全体での改革が必要です。このような背景から、視聴者は今後、テレビ局がどのように対応していくのかを注視していると言えるでしょう。テレビ業界が今後どのように変わっていくかは不透明ですが、視聴者やファンの声を無視することはできません。特に、今回のような忖度問題は、タレント自身のメンタルにも大きな影響を与える可能性があります。 平野翔や岩優太に対する扱いは、彼らのキャリアにどのような影響を与えるのか、また業界全体がどのように変わっていくのかに注目が集まっています。結局のところ、テレビ局がどのように特定のタレントを扱うかは、視聴者の信頼を左右する大きな要因です。今回の TBS の問題は、テレビ業界全体が抱える課題を浮き彫りにしたと言えるでしょう。視聴者は、 これまで以上に公平で透明な報道や放送を求めており、それに応えることができなければ、業界全体が視聴者から見放されるリスクを抱えているのです。視聴者がテレビ業界に対して抱いている不満は、単なるエンターテインメントの質や内容に限りません。平野翔や元優太に対する対応が象徴するように、視聴者は今やテレビ局がいかに特定のタレントや事務所に対して公平に対応しているかに注目しています。 特に日本のエンターテインメント業界において長年続いてきた忖度の文化は裏では力関係や影響力のバランスがどのように動いているかという視点で視聴者から批判を受け続けてきました。テレビ局が事務所やスポンサー、その他の強力なプレイヤーとの関係を保ちながら視聴者の期待に依頼られるかどうかは業界の今後を左右する重要なポイントです。特定のタレントが礼遇されたり、 不公正に扱われたりする場面が頻繁に報道されると、視聴者はテレビ自体に対する信頼を失い、他のエンターテインメントプラットフォームに目を向けるようになります。これは特に若い視聴者層に顕著であり、テレビ離れが進んでいる一因です。例えば、現在の若年層はテレビよりも YouTube や Netflix、さらには SNS を通じたコンテンツ消費に移行しています。これにより、 彼らは個々のタレントやコンテンツ制作者と直接的につながりを感じやすくなり、より多様な視点や表現を享受しています。こうした環境では、忖度や業界内の力学がコンテンツに影響を与えることは少なく、視聴者が自らの好みや価値観に基づいて自由に選択することが可能です。この点で、テレビ業界は大きな遅れをとっていると言わざるを得ません。また、SNS の普及によって、 視聴者の声がこれまで以上に大きな力を持つようになっています。かつてはテレビ局が一方的に情報を提供し、視聴者はそれを受け入れるだけの立場にありましたが、今や SNS 上での反応や意見がテレビ局に影響を与える時代です。今回の平野翔や岩優太に関する議論も、SNS を通じて広がり、多くの視聴者が共感や批判の声を上げています。これにより、 テレビ局は視聴者からのフィードバックを無視できなくなり、その対応次第では業界全体がさらに厳しい目にさらされることになります。視聴者が感じている不信感の背後には、テレビ業界に対する長年の疑念が積み重なっています。例えば、ジャニーズ事務所の影響力が強かった時代には、タレントの扱いや出演枠が不透明な形で決まることが多かったという指摘があります。これは、 ファンや視聴者にとっては不公正な感じを抱かせる要因となっていました。ジャニーズ事務所が解体され、スタート者が新たにその光景となった今でも、その影響力は残っているとの疑念が広がっています。視聴者が、結局、名前が変わっただけで、中身は変わっていないのではないかと感じるのも無理はありません。また、これらの問題はタレントだけでなく、他のアーティストやエンターテイナーにも影響を及ぼしている可能性があります。 例えば、平野翔や岩優太に限らず、他の才能あるアーティストが公平に評価されているのか、または何らかの力が働いて彼らの活動が制限されているのかという疑問も浮かび上がります。テレビ業界は本来、公平で多様なタレントを支援し、彼らが自分の能力を最大限に発揮できる場を提供するべきですが、現状ではその役割を果たしているとは言い難いです。このような状況が続く限り、 視聴者のの信頼を取り戻すすは困難ですテレビ業界が抱える問題は一朝一夕で解決できるものではありませんが少なくとも視聴者やファンが望む透明性と公正さを実現するためには業界全体での抜本的な改革が求められています忖度や不透明な力関係が蔓延する状況ではどれだけ質の高いコンテンツを提供しても視聴者はその背後にある不正や不公正さに気づき距離を置くようになるでしょう これからのテレビ業界に求められるのは、視聴者との信頼関係を再構築することです。そのためには、まずはタレントやアーティストに対する公平な対応を確立し、透明なプロセスで番組制作やキャスティングが行われることが不可欠です。また、視聴者の声に耳を傾け、彼らの期待や要望に応える姿勢が重要です。特定の事務所や企業との癒着が視聴者に対してどれほどの影響を与えるかを、 テレビ局は真剣に考える必要がありますこのような視点から、テレビ業界がどのように変わっていくべきかを考えると、まずは忖度の根絶が急務です。平野紫に対する扱いが象徴するように、視聴者はもはや単なるエンターテインメントの提供者としてテレビ局を見ているのではなく、その背後にある公正さや透明性を厳しく問うようになっています。これは、単に一つの騒動に限った問題ではなく、 業界全体が直面している課題です特に若年層にとってテレビはもはや主流のエンターテインメント媒体ではなくなりつつあります彼らは YouTube や TikTok といった新しいプラットフォームを通じてより直接的で多様なコンテンツを消費していますこうした変化の中でテレビ業界が生き残り視聴者を取り戻すためにはこれまでの慣習や体質を改め新しい時代に対応した改革が必要です 視聴者が感じている不満や疑念に正面から向き合い、透明で公平な運営を目指すことが、テレビ業界が未来に向かって進むための第一歩となるでしょう。今回の騒動は、視聴者の意識を大きく変えるきっかけとなり、今後のテレビ業界に対する期待や要求も一層高まることが予想されます。平野翔や岩優太といったタレントがどのように扱われるかは、単なる一時的な話題にとどまらず、 テレビ業界全体が今後どのように進化していくかを示す重要な指標となっています視聴者はこれからもテレビ局の動向を注視し続けるでしょうそれに応えるためにも業界全体が真摯に変革に取り組むことが求められています